グランブルーファンタジーイベント総合司会の井上奈々です。よろしくお願いいたします。さあ、これよりアーティストライブと称しまして、グランブルーファンタジーのキャラクターデザインを務める美縄秀夫さん、そして、サイゲームスイラストレーターの靴沢さんと福沢さんによるグランブルーファンタジーのイラストを生でこの場で書き上げていただく特別ステージを開催いたします。書き上がるまでは終わらない、何時までやるのかわからない、そんなステージでございますが、皆さんどうぞ楽しんでいってください。それでは早速ですが、皆さんにお越しいただきましょう。サイデザイネーション代表取締役美縄秀夫さん、サイゲームスイラストレーター靴沢さん、同じくサイゲームスイラストレーター福沢さんです。どうぞ。皆様ぜひ拍手でお迎えください。ようこそ。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、お一人ずつですね、挨拶も兼ねてお名前と普段、どのようなことをされているのかお話聞かせていただければと思います。サイデザイネーションに所属している美縄秀夫と申します。グランブルーでは、キャラクターデザインの方を担当しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましてお願いいたします。サイゲームスのイラストレーターの、靴沢です。普段は美縄さんのラフをクリーンアップする作業を主に担当しています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では最後に福沢さんお願いします。サイゲームス社員の福沢です。普段はキャラクターに色を塗ってます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。といった、お三方一緒にやっていきたいと思います。それではお席の方どうぞお座りください。さあ、それではですね、今回のアーティストライブなんですけれども、美縄さんにはラフ画、そして、靴沢さんにはラフ画から線画、そして、福沢さんには線画から着彩をそれぞれ行っていただきます。さてですね、まず靴沢さんから、はい、線画完成と持っていっていただくイラストを皆さんに、発表したいと思います。では靴沢さんの画面映していただけますでしょうか。はい、こちらなんですけれども、これは美縄さんのラフですよね。そうですね、これは超ラフですけどね。どんな何のキャラでしょう。これかなり初期段階で、はい、あのデザインしたもので、はい、今のキャラクターでスツルム&ドランクっていう悪役が、どうもあのリアルコスプレイヤーさんが歩いていらっしゃいますが、はい、それのスツルムの初期校ですね。あ、じゃあちょっとなんか大人っぽいというかかっこいい感じなんですね。そうですね、今に比べて。まだまとまってないというか、普通の人型で描いてました。はい、でこちらを、靴沢さんが線を入れていくということですよね。そうですね、ラフからまたデザインを詰めていくというか、普段こうやって美縄さんからラフ画がポンって送られてきて、線画をするのになんか気をつけてることとかそういうことってあるんですか。そうですね、美縄さんのラフはパッと見たときにすごいびっくりすることがやっぱり多くて。びっくりとはあのラフどういうことでしょう。先日発表されたあの、はい、アルカナ青少女とかも、あ、はい、もうこれは
どこがどうなっている部分なんだろうっていう、もう線が多すぎてみたいな感じ、ね、そうですね、それを読み取るのが一番気を配ってますね。確かに繊細だったり綿密だったりとかすごいですもんね。ダイナミックなんで、靴沢さんは僕より絵がうまいんでいつも助かります。そんなことない頑張りたいと思います。いや今日見れるの楽しみです。そしてですね、福沢さんには、着彩を行っていただくんですが、その線画、見てみましょう。お願いします。あら、かわいい。超かわいいですね。超かわいい。脇がすごい。脇がこのキャラは何のキャラですか。上にエルーンの女の子とはあるんですけれども、こちらあのエルーンのモブ用で、モブ NPC 用ですね。会話シーンとかに出てくる、はいはいはい、あ、そうなんですね、はい、確かにあのフリークエストとかやっているとすごい可愛らしい村人、町人がたくさん出てきますがモブの割にはキャラが立ってますよ。ね、すごい可愛らしいですね。普段やっぱりこう、まあ、キャラクターにもよるとは思うんですけれども、一人のキャラクターを色塗りするのに大体どれぐらいの時間かかるものなんですかね。福沢さんどんな、福沢さんどうですか、大体何時間かかるとか何日かかるとか。立ち絵だったらうまくいけば5時間ぐらいで、5時間4ことは5時間です。 5時間、うまくいけば 5? そえ、うん、一応ギリギリ終わるそうですね、ただし女の子だけになっちゃいますね。そうですね。そうか、じゃあ女の子をしっかりと仕上げていただきたいと思います。さあね、まあ、1体につき5時間ぐらいかかると、それだけ長い過程を経て完成するグランブルファンタジーのキャラクターやモンスターたち、それでもですね、これだけ数多くのキャラクターたちが生み出されているわけですから、イラストレーターの皆さんの技術には本当に感動しますね。しかもそれが生で見れちゃうという、これはめったにないライブならではですね。楽しみです。さあそれでは最後にミナバさんの、画面見させていただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、はい、お願いします。ん、真っ白です。これはミナバさん、はい、あれなんで何もあれ、あ、で手抜きじゃないですよ手抜きではない。あの皆さんのアイデアを生かして私が即興で書くっていう、はい、お話をいただいておりまして、はい、はい、その通りでございますそうなんです。今日はですね、ミナバさんに何を書いていただくかというのは、今ここでニコニコ生放送を視聴している皆さんに決めていただこうと思います。なので、今からニコニコ生放送の画面上にアンケートが表示されます。そのアンケート結果に合わせた内容のキャラクターを今からミナバさんに書いていただきます。ファンタジー風スーツのドラフ女。女難しい難しいですね。難しいですね。いや、いいですよ。でもそれでいきます。それにちょっと武器とグランブルファンタジーっぽさを足したものを。ああ、なるほど。なのでまあちょっと普段見えないところが見えてるような感じとか。春田さんがプロデューサーの目になんかクール系っていうキーワードも入ってたんで、クール系いいかもしれない。そうですね、確かに今まで結構ドラフの女性は可愛らしいとか、ちょっとお茶目系が多かったような気もしますね。それではそちらでよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいかな。ネットの皆さん、ドラフの女性で、ま、クールなスーツ姿みたいな感じですかね。クールで、クールな感じで、はい、ではそれに決定いたしましょう。ということで、ミナバさんにはこれから、ドラフの女性でクールな、イラストを描いていただきたいと思います。それではアーティストライブスタートです。まあ、それぞれ描かれている間に、休憩だったりとか。そうですね、もう長丁場になりますし、はい、まあ、間にはスケジュールで、あのビンゴゲームとかありますんで、描いてるイラストレーター陣もですね、適時休憩を取りつつになりますけども、はい、まあ、ぜひ、本当にこういう機会って僕自身もすごく貴重だなって思っていますので、はい、そうですよね、うん、まあ、ぜひですね、まあ、イラストレーターさんたちの絵に、まあ、惹かれながら、うん、自分たちもイラストを描いてみたいんだみたいな方々も、うん、ぜひここにいる3人を
一つの目標にしてもらってもいいのかなって。そうですね、それこそあの生配信をご覧の皆さんはあの書いている手元というか書いている画面が見れますので、はい、ぜひこちらも見ながら楽しんでいただければと思います。そうですね、いや本当でも貴重ですね。あ、これちなみに、今見始めた人用に説明をすると、はい、右上の画面がミナバさんのラフ、左上の画面が靴沢さんの線画クリーンアップ、左下が福沢さんの着彩となっております。はい、あの事前にいただいている質問たくさんあるんですが、ほうほう、ミナバさん書きながらってお話ししていただけますか。はい、はい、なるべく対応します。じゃあこれいきましょう、昔からミナバさんの大ファンでグランブルファンタジーを始めました。ありがとうございます。背景画やキャラクターデザインの素晴らしさにうなりながら、毎日友人たちと楽しくプレイしています。そして質問なんですが、最もデザインに苦労したキャラクターはどれですかと。そうですね、まあ、全て結構大変は大変なんですけど、はい、今一番苦労しているのがジョブ、はい、モブ？あ、ジョブ？あ、ジョブ、あ、ジョブ、はい、が大変なんですよ。もう一個絵を盛るというかちょっと派手にしていくと、うん、そうするとジョブってバランスがあるんで、はい、他のジョブも引っ張られてどんどん派手になっていって、結果今大変っていう感じです。昨日もね、新しいジョブが発表されましたが、登場していますが、はい、ただですね、バランスがあってミラバさんおっしゃってましたけども、うん、非常に僕らもったいないことをいっぱいしますよね。あ、そうなんですね。絶賛発売中の、はい、グランブルファンタジーのグラフィックアーカイブスという、はい、一人者さんから出していただいている、グラフィックメインの資料集があるんです。フルカラーの分厚いの。そうです、持ってます。落として、はい、足に落とすとめちゃめちゃ痛そうなやつ。すごい、でも読み応えありますね、あれ。あれのですね、終わりぐらいのページにラフが書いてあるんですけど、はいはい、ありました。あそこにですね、全くのゲーム上に登場してないジョブたちが結構書かれてますよね、あそこ。いっぱいあります。ありますもんね。使ってください。あ、はい、そうですよね、今後それがこれから出る可能性っていうのは。いや、もちろんあるんですけども、はい、あれ当時どういう流れだったかというとですね、うん、ジョブの今ってグランブルファンタジーのジョブっていうのは基本ジョブから始まって上位ジョブっていうのが2段階あるんですよ、はい、それの3段階目があったんですよ。ほう。で、いっぱいいろんなそのジョブの仕組みを我々もイラストレーターさんが絵を描いてる最中にいろんな仕組みを考えていくんですけど、はい、その途中にですね、まあ、企画の中でジョブを分岐させようっていう企画があったんですよ。今は逆になってると思うんですね。あ、そうですね、ファイターとナイトをマスターすれば、うん、これができる、はい、あります。逆になってるじゃないですか、はい、これが真逆なんです。あ、元々ファイターをマスターすれば、はい、あれと A と B みたいな、そんな時ありましたよね。ありました。そうか、そうするとかなりジョブが増えちゃうんですね。そうなんですよ。あ、その時にミナバさんにすんげー書いてもらったんです。それがちょっと現在はお蔵入りしていると。そうですね。まあでもグラブルファンタジーまだまだ続きますからね、いつかきっと。隙間見計らって差し込んでいく。カタリナさんとビーラの過去が見れるじゃないですか。はい、そういうね、過去ストーリーいいと思います。そうですね、まあ、いっぱいやっていきたいところではあるんですけども、はい、まあ、まず昨日発表したスカイジャーニーが、はい、なんかそんな感じになる要素も含まれてるような気がします。ほう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 。じゃあそれはそちらで楽しめるということですね。そうですね、まあ、そのあたりのなんか裏設定みたいなものを、うん、まあ、できるだけキャラクター全部に対してですね、うん、まとめるというかみんなに、見ていただきたいなって思っているので、まあ、今回も完全にコンテンツを分けてしまう形にしてみましたね。まあ、でもそれを作るにあたってもたくさん新しくイラストを描いていただいたりとか、まあ、今のところまだ、あ、でももうすでに結構ミナバさん迷惑かかりましたよね。いえ、全然大丈夫です。余裕です。ロゴ、はい、
多分福原からすいませんこれ明日までなんですみたいな感じで、あ、いや明日までじゃなかったです、今日中にお願いします、今日中でした、言われた。そうなんですよ、あのスカイジャーニーのロゴ、はい、福原が作ってたんですよね最初、はいはい、でなんかちょっとまだ完成じゃないなって思って、その日に稲葉さんに福原からですね、はい、お願いしますって言いに行ってもらって、スカイジャーニーの Y のところ、はい、あたりに扉みたいなのがあると思うんですけど、はい、あそこに扉がついてそこから鳥が飛び立つような演出が入ってるのは稲葉さんの、ね、わあもう素晴らしい、いやニコ生で結構そうですね、だいぶやれてますか、早く行ってやれよと、僕福原をディスってるわけではないので、まあそうやって過程を経て素晴らしいものが出来上がる、より良いものにしていくっていうところで、ね、まあそうですね、あまり僕ら誰かが偉いとか、はい、そういう感じではやっていなくて、もうお願いできるならば素直にお願いして、はい、ダメだったらダメって言ってもらう、なんかそういう仕事の進め方をしているので、結構ですね、開発当初はイラストレーターの皆さんには、はい、うん、本当に本当にすいませんでした。くつざわさん、くつざわさん苦笑い。大丈夫です、ありがとうございます。さあですね、もう一つ質問あるんですが、はいはい、ちょうど稲葉さんがいいところを書いているんですよ、はい、こんな質問来てます、はい、稲葉さんは何フェチですか。何フェチですか。私は太ももフェチです。予想では稲葉さんはお尻フェチだと思っています。今後のキャラデザにも影響してくると思うのでぜひ教えてください。最後にもう一度、私は太ももフェチですと、今ちょうどね、はい、足のあたりを描いていらっしゃったので聞いてみましたが、どうでしょう。お尻ですね、そうです、尻フェチです。お尻フェチ、そう、確かにその先ほど言った設定資料のね、絵を見ると、はい、こう後ろ姿だったりちょっとお尻の見えるポーズの子が多かったりして、なんか気がつくと後ろ向きになってることが多いです。あ、やっぱフェチなんですね。そうですね、でもまあそれで OK を出しているので、春田さんも、ええ、春田さんは何フェチ、何フェチですか。何フェチ、首ですかね。おく、え、首、うなじではなく、なんだろう、うん、うなじではなく、首のバランスみたいなのが、あ、それも仕事の目じゃないですか、フェチというより。そうなんですかね、なんか首と顔と髪のバランスがすごく、あ、気になるというか、なんかもうちょっとね、もう一段階踏み込んだ感じのフェチの話聞きたいんですけど、そういうのではない。そういうのではない、ね、あ、残念。なんかまあ、至ってその辺はっていうか仕事フェチなのかもしれないですけど、あ、もう仕事が大好き、仕事大好きすぎて、うん、本当にこのブースを企画するときも、はい、うん、四六時中このことしか考えてなかったので。一体いつからこう構想は始まったんですか。あ、でも本当に1年前の9月からグランサイファーを飛ばそうっていう企画から、ね、昨日おっしゃってましたね、はい、でもまあグランサイファーはこうやって実現できたわけじゃないですか、はいはい、でもこういうステージだったりとか、あとあのビードロイド、はい、だったりとかっていうのも割と最新の技術であれは作られていますもんね。そうですね、まあ世の中になかなか出回ってない技術を使ってたり、はい、あとまあそういう意味で言うとですね、このブース全体のデザインも、はい、このグランブルーファンタジーのイラストレーターでですね、背景を描いてくれてる人が全面協力してくれまして、はい、そうなんですね。あれ何枚ぐらい描いたんですかね。結局わかんないですけど相当書いてましたよ。ですよね、うん、数十枚ですよね。そうですね、ここら辺のセット全部なんかデザインしてましたからね。なんでしょう、立面図まではいかないにしても、はい、全ての面に対してのデザインを最後クリーンアップまでしてくださって、うん、それをもとにここの、あのブースに協力してくださったブースの造形の、方々がですね、あのここまで忠実に再現してくださったというような、でもうすごい時間をかけて監修もしましたし、うん、それだけもうみんなの思いがこもったブースになりましたね。で、まあ、1日目2日目はビジネスデーということで、はい、あのネット上だったりに写真がすごいたくさんアップされていると思うんですけれども、ね、ぜひ明日明後日来られる菊牛の皆さんには細かいところまで見ていただきたいですよね。ぜひ。そうですね、もう本当に
ちょっと触ると危ない部分があるので、そこは気をつけてもらいつつも、はい、うん、できるだけ近づいて細かいパーツパーツまで、全部しっかりと、これ全部手作りなので、てかよく作ったなって思うぐらい本当にすごいです。上のレリーフとかも全部手作りですからね、はい、手作りなんですか、機械使ってないんですか、はい、まあ、もちろんあの削る時は機械とか使ってると思うんですけど、はい、なんでしょう、いわゆる、まあ、今で言うと 3D プリンター的な感じではあまりないですね。ぜひ皆さん明日明後日来られる際には間近で見ていただきたいなと思います。さあ、そしてですね、まあ、もう少し全体のお話を聞きたいなと思うんですけれども、今回グランサイファーと、はいはい、LED のあの大きなスクリーンと、はい、シアターととかあるんですけれども、もうぜひここがおすすめだよっていうピンポイントで何かあったら。ピンポイントですか。はい、ピンポイント、多分どこのブースさんも絶対にここおすすめって言わないだろうなポイントがあるんですけど、はい、どこですか。床です。床、あ、じゃあぜひ今いらっしゃる皆さん足元を、これ、はい、すごいっすよ。横11万ピクセル縦5万ピクセルの PSB データですからね。それを全部印刷してます。これ本当に1ピク1ピクですね、はい、その背景の人が全て書いて、それを全て印刷するというですね、かなり無茶なことをやってますこれ。なんかパッと見普通のね水色の床に見えるんですけど、よく見るとちゃんと空なんですよね、はい、この、ステージに合わせてちゃんと全部この辺りに雲があるように合わせられていたりですね、柱とかに合わせてちゃんと雲が描かれてたりするグラフィックとなってまして、はい、多分二度と印刷できないんじゃないかな。そんなに。わ、でも今ニコ生で写して写してって言ってるんですけど、ちょっとカメラがね写すのが難しいので。そうですね、前亀さん下振りってできます。そこのグランサイファーの下とかちょっと明るめなんでいけると、前亀さんに切り替えられますかね、右下をお願いします。お、あ、見えました。あ、見えましたね。そうです、そうです。こんな風にですね、本当床面が全部きちんと描かれた絵なんですよ、これも。すごい、本当に。じゃあ私たちは今空の上にいるわけですね。そうです。なので僕らはこのグランブルーファンタジーという世界をですね、はい、まあ、リアルに体験してもらいたいというのを、本当徹底的に今回このブースでやらせてもらった、はい、イベントになりますね。もうとりあえずこのゲームショーでやり残したことはないですか。やり残したこと、飛んでないんですよね。ああ飛びたかったですね。飛びたかったですね。そうですね、飛べないですかね。飛ぶか、飛ぶか。そうですね、あと D も飛ばしたかったんですよ。あー、そっか、普段ねふわふわ浮いてますもんね。浮いてる子なので、うん、飛ばしてあげたかったなーっていうのはありますね。ね、でもリアルコスプレイヤーさんがグランサイファーのそばにいると本当になんかその世界に入ったみたいな気持ちになりますね。すごくいいですね。今もここからはオイゲンさんとノアさんですかね、見えますけれども。確かに、ね、時間によってどの方が出てくるっていうのはちょっとわからないんですけれども、ぜひブースに来た際には誰がいるかをチェックして。そうですね、一緒に写真撮ったりとかもできますし、うん、全部で何人いるんだっけな、12人いますね。ぜひ誰がいたのかみたいなのはチェックしてもらって、うん、見に来ていただけたらなと思います。いや、ちょっと裏話していいですか。はい、どうぞ。リアルコスプレイヤーさんたちと控え室一緒なんですね。はいはいはい。そうすると皆さんがキャラクター名で呼び合ってるんですよ。おー、それがすごい、なんかなんでしょう、聞いていいのかなみたいな。あ、この人がこの人こういう呼び方してるみたいなのとか、なんか多分そのストーリー上はそこまでキャッキャ話さないキャラクター同士が、なるほどなるほど、あ、おかしいおかしいみたいなことを言ってるのが日常感の出る。そう、もしかしたらグランサイファーの中ではそんな会話してたりするのかなとか。あ、いいですね。ね、そういうのもちょっと楽しいんですよ。あとはもう見どころで、はい、このブースはですね、もう全部が一
つ一つがもう見どころだらけに作られているので、うん、もう造形から床、あと映像周り、グランサイファー、B 君もいますし、はい、あのキャラクターたちもいますしね、うん、で、まあ、シアター前の大型ビジョンの方では、はい、いくつだっけな、グランブルファンタジーの紹介動画、はい、これまでのイベントを全部紹介する動画、うん、あのフォール・オブ・ドラゴンまで、はい、全部でいくつだろう、まあ、綺麗に18ヶ月なんで17個あるのかな、のイベント紹介と、はい、あとなんだっけ、星の民の語り部というですね、はい、ちょっと実際内容は見ていただきたいんですけども、うん、ある、まあ、グランブルファンタジーをやってる方々だったら名前は聞いたことがあるような出来事の、はい、ちょっとした解説みたいなのが放送されてますね、はい、あとは、昨日も、スペシャルプレゼンツで放送しました、はい、アーカルムの、転生のプロローグ動画、はい、そしてさっきお話のあった、はい、カタリナ・ビーラの士官学校の時代の、はい、アニメーションですね、でこれちょっと僕昨日ツイッターとかを見てると、はい、アニメ化もあったじゃないですか、発表が。そうですね、発表、はい、アニメ化の発表があってあれかみたいな反応があったんですけど、 あのあれ全く別物なんですよ。そうなんですか。はい、あのグランブルファンタジーって、はい、いくつかアニメのクリエイティブがこれまでもプロモーションビデオもそうですし、はい、あのテレビ CM のクリエイティブもいくつかアニメーションでやらせていただいてますと、ね、はい、うんうんうん、で今回、グランブルファンタジーのこのブースの再現物ブースの方でもシアターの前でアニメーション流してるんですけど、はい、これら全部アニメ化の A1 ピクチャーズさんとかアニプレックスさんとは全く別の会社でやらせていただいてまして、うん、でその LED で放映されてビジョンで放映されているアニメーションの方はあのサイゲームスがつい最近立ち上げたアニメ事業部のメンバーが他の協力会社さんと一緒になって、はい、作ったアニメーションなんですね。そうなんですね。はい、まあ、これも結構大変なスケジュールもあって、うんうん、なかなか短い期間ではあったんですけども、まあ、非常にいいものになってるなと思いつつですね、はい、まあ、今度のアニメ化また、9月20日、はい、14時30分からですね The Animation という題しまして、はい、ステージの方で、僕と、アニプレックスの方と A1 ピクチャーズの方、はい、あと沢城さん、カタリナ役の沢城さんとラカム役の平田さん、うん、シェロカルテ役の加藤さん、うん、計ゲストが 1,2,3,4,5 プラス僕で6、はい、で井上さんの7人でちょっと自アニメーションとして、はい、まあ、どんな風にですねこれまで作ったアニメーションのクリエイティブを、まあ、超えなければいけないですし、うん、また違ったものを作らなきゃいけないと思っているので、まあ、どういう風にしていきますかねっていうところを、はい、みんなでわちゃわちゃ話せればなと考えています。いや、豪華なメンバーなので期待しちゃいますね。そうですね、いろいろね。さあ、そんなところでですね、今福澤さんが影を入れているんですけれども、すごい綺麗、もう影だけですごい綺麗なのがわかるね。コメントでも影がすごいって書かれているんですけれども、私着彩の仕方がよくわからないんですが、順番とかって決まってるんですか？影から描くとか、なんかこう肌から塗るとか決めてないけど、今回は影から、それ福澤さんが影から描く人だってことですか？うん、そうなんですね。いや、もうなんかすごい素敵ですね。いいですね。ね、ちなみに靴沢さんはラフ画からどこから描いていくことが多いんですか？基本は肌がある部分。肌がある部分。そうですね。肌が露出してる部分が一番最初に描きたくなっちゃう部分であるんで、うんうんうん、今回のラフで言うと、はい、もう太もも最初に描きたくてしょうがなかったんですけど。あれフェチですか？太ももフェチですか？太ももフェチですね。おお私はお尻フェチです。太ももと脇フェチ。ああ、いいですね。なんかいろいろと心当たりのあるキャラクターが多いような気がしますけど、なんでしょう、このゲームフェチでできてますみたいな感じになってます。大丈夫ですか？
否めないです。否めない。あれじゃあやっぱり女性キャラを描いてる時の方がちょっと楽しかったりします？一番楽しい時間。あ、言っちゃった。一番楽しい時間。はっきり言っちゃった。いやもっとねなんかこう鎧とか細かく描くの好きなんですよとかではないんですね。ガンタゴーズは辛かった。なんでそこは二人かぶるんですか。しっかりと。じゃあやっぱ温泉でバスタオルにすればよかったですね。そうでしたね。そしたらもうノリノリで描いてくれましたよ。1時間ぐらいで終わっていろんなブース回ってるかもしれない。そうなんですね。あ、でももうそろそろね、ビンゴあと15分でビンゴですって。そうなんですね。いやー早いですね。とはいえ皆さんもね結構こう進んでいて。そうなんですよ。僕ミナバさんの進みっぷりが早くないかなって思ってまして、うん、あと何人かけますか、みなばさん。浴衣くらいいけるかも。浴衣がいけちゃう。浴衣がいけちゃう。いや楽しみですね。でもそうするとまたドラフの女になるんですかね。それともドラフの男で浴衣ですかね。どうしましょうかね。まあその時はその時でまたコメントでちょっとお、じゃあぜひさらっと拾っていくパターンとかもありかなって、はい、聞いていきましょう。でもよく考えたらエルーンってバスタオルじゃダメですよね。あれ、そうですね。バスタオルみたいなもんですからね。そうですよね。なんか、まあ、前掛けがそもそもあんまり変わらない。確かに。ね、そうですね。あ、じゃあですね、おいおい、これ春田さんへちょっと質問が来てるんですけど、ね、キャラクターの名前はどうやって決めてるんですかと。これは春田さんにお伺いするのでよろしいでしょうか。大丈夫です、ね。はい。大体ですね、キャラクターの名前っていうのは、はい、そのシナリオチームが、主に考えてまして、うんうん、まあ、その物語に登場する、キャラクターたちをそれぞれ命名している、はい、なんでしょう、ルールというか、うん、そういう企画の流れでやってますね、うんうん。でただ初期の頃のキャラクターたちは、はい、結構福原が決めてたりもしますし、そうですね、まあいろんな種族4ついますけども、まあ、ヒューマンは比較的自由に、はい、ただやっぱりどうしてもファンタジーなので、うん、基本的には、カタカナのキャラクターが中心となって、まあ、一部例外がいますけども、はい、漢字だったり、うん、あ、そうですね、ひらがなだったり、はい、あと、まあ、エルーンもエルーン、ドラフ、ハービンは、はい、あるルールがあって、命名というかその種族の名前としてのルールがあるんです、はい、そのルールにのっとって、うん、命名されている形ですね。はい、あれ福原さんっている？福原さん、福原さんいらっしゃいますでしょうか。いたらぜひこうやって呼び込むのありなんですかね。いるかな。どっちから出てくるかな。いたのかな。どっちから出てくるの。まさかいないとか。あ、います。あ、じゃあ出てきますかね。これちなみに、はい、東京ゲームショーのビジネスデーって、はいはいはい、あ、いたいたいた。どうもディレクターの福原です。あ、どうもどうも、よろしくお願いします。なんすか。命名ルール教えて。あ、種族の。種族の、はい、ヒューマンは、まあ、自由ですね。はい。エルーンは、はい、濁音、半濁音を使わないっていうルール。ほうほうほう。で、ハービンは、ラリルレロの音を2文字以上使う。ほう。あとドラフは、男女で違っていて、はい、男は、頭の音と最後の音がアの音で、かつどちらかに濁音か半濁音を使う。あ、うん、まさにガンダゴーザ。そうそう、うん、で女性は、片方に濁音半濁音を使わなくていいっていうルール、ね。あー、なるほど、うん。その代わり頭とお尻は同じ母音というか。いや、そこは同じじゃなくて。同じじゃない、うん。そうなんですね。そうやって聞くとまたキャラクターを見るのが楽しくなりますね。そうですね。またここで自分が持っているキャラクターたちを
もう一回見直してみて、あ、こういうルールなんだっていうのが、はい、うん、そうですね。だからハービンのキャラなんかはちょっと口に出すのが楽しいですよね。長いし面白いし、アルルメイヤさんとか結構韻を踏むような発音になってたり、ね、あと結構長めの名前が多かったりする。そうですね、ウラムヌランとか、なんか人生でウラムヌランって言ったことないから口に出すのがちょっと楽しいみたいなね。あとザーリリャオとかね、発音しづらい。あ、そうか、発音しづらい、発音あんまりしたことないものは確かにしづらいものはあるし、ね、ザーリリャオは噛むよ本当に。声優さん泣かせですね。泣かせ。まあでもね、セリフ中では全然ちゃんと言っていただいてたんで。確かにね、4個まではね、ちょっとネタにされてね。だって今後キャラクターが増えていたらもっと難解なキャラが出てくるかもしれないですもんね。うん、まあ、名前がねちょっとどうしても似通ったりするんで、うん、そこで何だろう、最初の文字が被らないようにとか、あと何だろう、語感が似ないようにとか一応気をつけてはいます。ちなみに、なんかこのネタって僕ずっとどこで発表しようかなって思ってたんですけど、はい、この命名ルールとか、あんま話す機会なかったじゃないですか。そうですね。まあ、よければこっちの質問にも答えてもらいたいんですけど、はい、キャラクターって名字みたいなのあるんですか？全員はないですね。全員はない、ね、必要になったら決めてる。ああ、なるほどね。例えば何々家みたいな、なんか一家が出てくるときとか、 あと小説で出るメインキャラとかは決まってますね。あ、そっかそっか、そうよね。アタリナ、アリゼとか、うん、余裕グレースとか、うん、確かに、うん、っていうね。まあ実はまだまだグランブルファンタジー楽しんでもらう要素、そうですね、ありますっていうところで、うん、ネタの宝庫ですからね。そうね、ね、そういうお話ももっと聞きたいですよね、やっぱり。まあ、聞きたくなったら福原を呼んで、福原に出てきてもらうパターンなんで。はい、まあ、はい、呼んでもらえれば。はい、一旦お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ福原さんが出たタイミングで私もこの後のビンゴゲームの準備していきます。はい、僕一人っきりこれ。じゃあ一応質問票だけ渡します。マジで？それじゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。一人で会話楽しんでください。これ僕一人で会話するパターンなんですかね。ニコ生の方々との対話みたいな感じにしていきますか。まあでもあと5分ぐらいしかないですよね。だいぶちょっと雰囲気は出てきたと思うんですけど、ここでなんかネットの皆さんとかなんかご要望ないんですかね。あ、これちょっとみなばさんの画面を大きく出すことってできますかね。出ましたね。じゃあちょっとぜひ見ていただいている方々にちょっと感想と何かこういう要素が欲しいとかそういうのがありましたら、あ、でもマジカワとか素晴らしいとかっていう称賛の声が、ありがとうございます。ツノワって言われてますけど忘れてません。大丈夫ですよ。忘れてませんよね。まあ、ドラフといえば角のある種族ですから。メガネって言ってますよ。この子にメガネか。メガネ確かにクールなアイテムとしてはありなんですけどね。片方メガネ、セイランみたいな感じなんですかね。片方メガネだと防御力を上げるっていうファンタジーで一番難しいお題がありますけど、どっちなんですか。さっき露出が多いのが好き。そうですよね、言われてみたり。まあ、大体ファンタジーに出てくるキャラクターって防御力2とか3とかの装備してる人多いじゃないですか。そうですね。ね、なんでなぜかビキニに高い防御力っていうのがやっぱりファンタジーの醍醐味じゃないですか。おっと、ちょっと画面が乱れてて見えづらくなってますけども、多分あれですね、画面がループで出ちゃったんですかね。失礼しました。なんか弾幕みたいな感じになってますけど、
さて、もうちょっとなんか要望みたいなものがあれば。胸の大きさは普段の 1.5 倍で。普段の 1.5 倍。ちなみにその基準ってあるんですか？基準というか、好み。好み。あ、好みでだいたいサイズが変わる。あ、まあでも、キャラクター性だと思うんですよ、胸の大きさも。はい。っていうのはやっぱり、胸の形とか大きさとか、はい、まあ男も筋肉あるなしで結構キャラクターって、描き分けができるじゃないですか。はい。だから演出の一つだと私は思っております。なるほど。というところでって言っておきながら、まだカップラーメンを作る時間ぐらいはありそうですね。ちょうど画面の右下に、パソコンの時間が出てくれているので、それもちょっと見ながら喋ってるんですけど、あ、どっちなんだろう。稲葉さん、これは素足なんですかっていう質問が。タイツです。タイツ。じゃあ下は靴履いてるんですかね。これ履いてます。あ、でもスーツだからどうしようかな。履いた方がいいですかね。難しいですね。確かにスーツ、まあスーツである必要はないですけどね。クールであればいいので。結構今タイトスカートかフレアスカートか、それともパンツスタイルか。ああ、どれがいいですかね。ちょっとコメントがもし流れてくれば。皆さん、ノーパンスーツって来てますけど一応倫理的に OK なところでお願いしますあ、でもそれの方がいいですかね。下をあえてもう上着でちょっと長めな上着にしちゃう。あ、なるほど。パターンですか。なるほど。ちょっとやってみます。あとはまあタイトスカートも結構ある意見では多いですね。稲葉さん、この子の年齢って何か頭の中であったりしますか。年齢ですか。はい。20歳以上です。20歳以上。なかなかこのステージ上だとコメントを流していないので、僕が読んじゃうとシーンってなりますね。まあ、それはそれでなんか会場の皆さんはそれでも良さそうな温度感だったりしますかね。ということで、稲葉さん、靴澤さん、福澤さん、もうすぐビンゴゲーム始まりますので、その間あのモニター等はですね、ビンゴのゲーム画面に映させていただきますので、はい、まあ休憩とか適時取りながらで、余裕っすって言ってた靴澤さんとかは多分結構長丁場休憩しても、ちょっとなんか細かいところにこだわりすぎちゃってやばいかもしれない。やべえかもしれないですか。まだ始まって30分40分ぐらいなんですけど頑張ります。お願いします。ということで、ビンゴゲームが間もなく始まりますので、会場にいらっしゃってる方々はですね、ラッキーナンバーの紙2桁が18番の赤枠のシートを準備してお待ちください。それでは僕の方は一旦こちらで履けますので、ちょっとまたビンゴで騒がしくなりますけども、引き続きお三方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。
もどうもどうもどうも、ただいま戻りました。戻ったはいいんですけど、ミナバさん、なんかもう終わってません？ちょっとミナバさんの画面出ますかね。今ちょこちょこ武器の方を書いてたんですけど、はい、あと武器をもうちょっと書いて、で装飾をもうちょっと書いていけば大体。あ、なるほど。なんかいや普段ラフにはないなんか影とかがついてるあれあれ、こんなに書いていただいてたっけなぐらいな。書いてますよと言いつつ、靴田さんの元のラフラフみたいなのがいつもみたいないや、あれだってあれが正しいのに今ここまで書いちゃってますよ。いや、でも乗ってる時は結構ちょっと乗っちゃったりとか。そうなんですね。じゃあもうちょっと書き込んでいただいて。はい、いやでもだいぶ可愛らしいですね。ありがとうございます。やっぱドラフ族って力持ちですよね、基本的に。そうですね。ですよね。だって持ってる武器がもう刀身超えてますもんね。でかいでかい。槍なのか斧なのかみたいな。ちなみにまだ全然時間あるんですけど、はい、これもし出来上がった時、はい、時間に余裕があったら、はい、ちょっと僕からのぶっ込みでそれじゃあただの普通の仕事じゃないですか。仕事がスムーズに進みそうな気配がしてまして、はい、今、はい、何たって全員いるっていう。ああ僕もディレクターもいて、三山さんもいて、そうですね、靴澤さん、福澤さんがいるっていうこの環境は、はい、非常にスムーズに進む場だなと思って。そうですね、なんかなかなかないじゃないですか、こんだけ同じ時間一緒にいるっていうのは。あーですね。ですよね。なので、まあ、もしねよろしければいろんな面白い、面白いというか違ったラフも見たいなっていうところで。違ったら、はい。じゃあぶっ込みで行ってみますか。青少獣とか。おお。それは本当に帰れないパターンですよ。じゃあ青少獣とか、やっぱり、まあ、キャラクターももちろん魅力的なんですけど、グランブルファンタジーって。はい、登場する、まあ、その魔物たち一体一体も非常に魅力的じゃないですか。そうですね、割とやっぱりモンスターの方というか青少獣の方はとにかくかっこよければいいっていうスタンスでやってますもん。そうです、うん、だからこそ今回皆さんにお配りしている特製バッグも、まあ、表面はメインビジュアルなんですけども、裏面がマグナシリーズの全部版。お、青少女がやっぱりかっこいいので行ってみます。行ってみたいな。でもそれ青少女だと本当に福原さん入れて、はい、演出どうするっていうところもちょっと考えながら やりたいですよね。ということで福原さんっていうぐらいちょっと雑に呼び込みますけど、福原さんいませんかね。いやいいですね、こうやってみんながいる仕事進む感じが。はい、福原です。あ、福原さん、ちょっと、はい、稲葉さんが楽を書き上げるまでの間に、はいはい、青少獣をどういうのにしたいかっていうのをですね、ちょっとニコ生配信ご覧の方々とちょっとやり取りをしていただいて、はい、僕この後また別件がありまして。あ、はいはいはい、はい、お忙しい。その間にニコ生配信の方で、はい、どんなテーマにするかとかちょっとざっくばらん、ニコ生の皆さんから。そうです、そうです、そうです。なんだろう、ネタとかいただいて、はい、なんかこんなのやってみたいですねとか、はい、ちなみに海水生物系はもうちょっとお腹いっぱいなので、マグロをやって、うん、カツオをやって、あ、あれはまあ今年はもうない。もうないよね、はい、もう秋なんでね。そうだね、う、秋サンマ。いや、魚はちょっとやめとく。あ、やめときますが。
まあ、じゃあちょっとやり取りしつつ、はい、ミナバさん良きところでそっち側にシフトしていくみたいな感じでちょっとつないでもらってもいいですか。わかりました、はい、じゃあちょっと僕の方は失礼させていただいて福原にバトンタッチします。ミナバさん、福澤さん、福澤さん、はい、続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあミナバさん、これ何パーぐらいですか今、出来としては。ラフとしてはもうこのぐらいまで書いちゃうと、あと靴沢先生がすごくかっこよく仕上げてくれるんでじゃあもう行きます。余力で今塗りちょっと始めてます。色分けの方褐色がいいですかね。肌がオレンジですけど。そうですね、まずちょっと肌を。褐色のドラフって確かにいないかな、今いないですね。ドラフ族って、はい、肌の色とかってダーク系とかいるんですかね。色は特にないですね。エルーンがまあ気持ちいい色白ぐらいなもんで。そうですよね、はい、めっちゃガンダゴーザ言ってますあ、ガンダゴーザはまあ褐色っすまあ、女性ドラフでね、褐色がいないんで。既存のキャラだとヒューマンでマライアとか、あとはくらいかな。ちなみに青少女って最近なるべく人型を避けるようにしてお願いしてたんですけど。あ、はいはいはい。ミナバさん的に人型とかと、あと、あ、僕やっぱり例えばティアマトみたいな竜の頭ついてる、まあ、かっこいい寄りのやつとか。そうですね。でどっちがテンション上がったりします。テンション上がるのは本当に生物系の方がモンスターは好きです。なるほど。まあ、人型書いてない、あんまりお願いしてなかったんで、ここでなんかエロいのでもお願いした方がいい。マジですかこんなんばっかりです。それをやるのはねあれなんで。じゃあちょっとニコ生の皆さんでこういう青少女がいいみたいなネタがあればコメントをいただきたいんですけど、いかがでしょう。マモーナス的なの、女性型のかっこいいやつ。ひよこが結構ある。ひよこひよこですか。いや、まあ、僕がピヨピヨ言ってたせい、はい、最近は言わないよ。そうですね、ひよこは福原さんの得意技じゃないですかいや、前一回なんかかっこいいひよこ描きましょうみたいな話がなんか打ち合わせの場でふわっと一瞬あったんですけど、はいはい、ちょっとやめてもらえますかみたいな話をして。ああ、それはなぜですか。いや、もうグランブルーにひよこは出せないなって。おー、こだわりが強すぎていや、ちょっと公私混同感が出るなるほど。そこまでひよこが好きということですいや、そんな好きでもないですね。あれまあ、あれはなんでしょうね、これ言っていいのかな。サイ・ゲームスの以前いた取締役の方がいるキャラだったので、はい、ツイッターで語尾にワンってつけてたの、まあ、プライベートのやつ、ちょっとそれをリスペクトしてたんですけどまあちょっとやめた方がいいんだろうな。すごい内輪受けな、はい、ドラフのこの武器って槍ですか。体験。そうですね、槍のつもりで書いてたらちょっと斧っぽくなってきちゃった部分があります。あ、斧。質感的には金属の想定ですか。そうですね、力持ちなんですよこのドラフちゃんは。じゃあ青少女ウサギ、なんか今までに、どうせなら今までにないやつ描きたいですよね。そうですね。とは言いつつ結構ネタ的になかなか思いつかなくなってきてますよね。
だいぶ出してね、昆虫系の青少女。昆虫も難しいんですよね。そうですね、気持ち悪くなったりしないか、どうしても苦手な人がいたりするんで、当たったのに惹かれるっていうそういう状況になりかねないですよ。うん、だから最近は虫系のあのモンスターも増やさないようにはしてるんですけど、これ髪型はショートヘア。そうですね。お、これは今までにないですね。リリーシードラフってそういえば書いてなかったかもっていうのは。あ、それネクタイですか。はい、隙間からこう、はい、挟んでおりますこれはフェチズムが出てますね。喜ばれると思うまあでもスーツだからそうか。そうです。なるほど。一応お題からは外れないよう。足はタイツ。そうですね、うん、素足でもいいんですけど、どっちにします？まあでもタイツの方がなんか制服感ありますよね。まさか福原さん、はい、タイツフェチですか？僕ですか？はい、僕はそういうわけではない。なんかさっきから はい、出演者の皆さんみんな、はい、何フェチかって言い合うっていうのが ありましたね。僕はまあ尻ではあるんですけど、はい、かぶりましたね。背中も好きかなって。おので、まあエルンがあんな感じにはなってるだいたい上限解放すると背中を見せるっていうそうですねだから僕とあの福原さんのその、はい、意見が合いすぎちゃってそうなっちゃうんですねいや、まあ、あのリストジョブのハーピストのお尻のラインすごい直しましたもんね直しました。だから一番直した回数多い。そうです。いや、ここなんだラインの部分の立体感が違うんだよとかなんかもっと内側に行くんだよとか たまに、なんかあのおっさんキャラがはい、を後ろから撮ったような構図で、はい、あの、はい、おっさんの尻にまで結構ダメ出しとか してますよねまあおっさんはちょっとこだわりたいんで、やっぱりあのソーシャルゲームってまあ今いっぱいあると思うんですけど、男性キャラが少なかったりっていうのが、まあ、多いと思うんですよね。のでまあ男性キャラもしっかり出していきたいなと思ってるんですけど、まあおかげさまで結構いろんなキャラが人気出てるので、しかもイケメンからまあガンダゴーザまで。そうですね、はい、たださやっぱりちょっとあのイケメンキャラが少ないっていう声が多くて。そうですかね。なるべくちょっとまあ機会があればイケメンキャラも描いていきたいなと思って、はい、あ、本当ですか。結構イケメンお願いしてるつもりではいるんですけど、ちょっとずれてんのかもしれないです。そうですどこかでずれて伝わってるかもしれない。いや、セルエルとかかっこいいと思ったんですけどね。まあ、ポーズのインパクトが強すぎたなっていう、はい、例えばあの皆川さんへの質問を何個かちょっとさっき裏で拝見させていただいて、はい、せっかくなんで多分結構な人が気になってるんだろうなっていうのがあったんで、はい、この際聞かせていただきたいんですけど、はい、アルタイルっているじゃないですか、はい、メガネの本持ってるやつ、はい、初期キャラですね。あいつの背中に羽が生えてて。羽かいたかな。あれは生えてるんですか、つけてるんですかっていう質問がありまして、はい、で前確か最初の頃にできた時に稲葉さんに僕聞いた気がするんですよ。確か初期の頃から有翼人種を出すかどうかっていうのは結構悩みどころで、はい、はい、
空を舞台にした物語じゃないですか、はい、だから有翼人が出てきたらきっとそいつが一番支配してしまうんだろうなっていう、そうですね、飛べのなんか昔に話してたんで、はい、多分飾りだと思いますね。確かあれ書き始めたのが、まあリリースするなんだろうな、本当に世界観とか並行して作ってた頃だったんで、まあ多分同時期ぐらいに今の四大種族とかが決まってった過程の、うん、なんでしょうね、曖昧な、そうですね、あれだったと思うんですけど、曖昧な、でも前聞いた時にその肩にベルト巻いてて、そのベルトでつけてるアクセサリーですみたいな、あーそうですね、話があったんで、まああれはつけてるものだと思ってたんですけど、なかなか言う機会がなかったそうですね、はい、この場で場を借りて、はい、はっきりさせたいなと思ってます。まあ種族はなるべく、まあでもヴァンパイア出たからもしかしたら今後も増やすかもしれないですけど、そうですね、ヴァンパイア種族みたいなのがちょっとできつつありますもんね、はい、なんでヴァンパイアは一つの島にみんなこもって他の種族とは関係を持たないでひっそり暮らしてるっていう設定になってはいるんですけど、はいはい、まあ空の遠くに行ったらまた未知の種族がいるかもしれないです。はあ、そう、はい、そうなんですねあと質問として来てたのはロボミがありまして、はい、ロボミあれがなんかで出た情報でなんだ最初に絵があってで戦うことを決めた日から元には戻れぬ鋼の体っていう、はいはいはい、まあ、キャッチコピーがあって、はい、でそこから設定が生まれたとお聞きしてるんですけど、はい、他にもそういうパターンはありますかっていうのがありまして、あ、でもあれロボミだぐらいですよね、今のところは。そうですね、はい、ので逆にロボミってあれどういう経緯で出てきたのかなと思って、いやなんか急に思いついちゃったんですよある日突然発注してないものがロボミがこう出てきて、稲葉さんがこれどうすかって出してきて、そうですね、おみたいないや、みんなをびっくりさせようと思ってやっぱり長いこと運営続けていると、はい、どうしてもまあマンネリ化じゃないんですけどちょっと刺激が欲しくなるじゃないですか。そうですね、そういったやっぱり刺激って大事だと思っているので、キャッチコピーまでラフに一緒に書いてあったんでまああれはあのまま使わせていただいたんですありがとうございますまさか使われるとは思うでこれどうしようと思って、で多分絵ができたのが確か今年の1月か年明けてからだぐらいだったと思うんですけど、はい、そのくらいでしたね。そこから賞味、3、4ヶ月ぐらい設定考えてて、で4月か5月くらいからじゃあこれで行こうって言ってシナリオを書き始めて、はい、で直前まで僕とか春田とか水場さんでそわそわしてましたもんね知ってました、ね、これ大丈夫かなでもこれが受けたらちょっとファンタジーの幅が広がるんじゃないかみたいな。そうですね、はい、やっぱり広げたいですよね今後も。そうですね、まあ、結果受けたんでよかったなと思ってます。でも マグロとかカツオ祭りが受けるくらいですからロボもきっと大丈夫ですよ一応ロボミ のテクノロジーも7年前ぐらいの世界の古代文明っていうことで、はい、一応描写的には静止になってるんですよね。おのでまあ好評だったのもあるんで、まあ、続編もいずれやりたいなと本当ですか、はい、で続編ってなったら多分ライバルロボが出るパターンかなと思ってるんで、まあ、いずれお願いしようかなと思ってるんですけど。やっぱり新型のロボミみたいなのが出てくるんですかね。そうです、オリジナルはもう爆発して死んだったんで。そうですね、はい、まあ、シローが作ったロボミのレプリカが
まあちょっとね、SF 的な何かに目覚めるのか、あれがキーになってトラブルを呼ぶと思うんですけど、ちなみに稲葉さんってメカデザインって得意ですか？メカデザインですか？メカデザイン自体はそんなに得意じゃないです。あ、そうなんですね。なぜならばデッサンが苦手なので。おお、そうなんですか？そうなんですよ。デッサンが苦手なので、正確な形が。そうですね。なるほど、ね、だから有機的なメカデザインだったらまあ描けるかもしれないですけど。なるほど。ロボミぐらいなんか丸みがあるといいんですかね。まあ甲冑のデザインとかもモチーフにされてたと思うんですけど。そうですね。うん、まあじゃあ次はじゃあ怪獣行ってみますか。怪獣新聖少女を怪獣で行こうじゃないですか。怪獣の聖少女、怪獣っぽいシルエットのちょっとケレン味のある感じですかね。意外とあのイベントで出てきた、はい、一般のモンスターいるじゃないですか。はいはいはい。まあ某メーカーのソフビの人形みたいな。はい。じゃあ、あれ結構気に入ってるんですよね。じゃあそろそろどうですか、聖少女。いけそうです。あ、全然僕はいつでも。じゃあちょっとこの武器を書いていただいて、じゃあモチーフを決めましょう。怪獣っぽい聖少女。でいいですかね。怪獣でいきます本当に。まあね、そんなね。名前出していいのかな。ぬるっと参加してくるけど、喋、はい、るね、はい。いやなかなかね、話す機会も普段あんまりないんでね。まあ話が長いことで有名なディレクター福原ですからね。どうすかね、皆さんちょっと休憩します？なんか多分ずっといません？そうですね。ですよね。お二人ちょっとじゃあそうテーマをじゃあ決めつつ。ちょっとお三方休憩一回挟んではどうかなと思いますんで、ちょっと一回手が止まりますので、ちょっと画面前の皆さん、ステージ前の皆さんご了承いただいて、で生配信、ニコニコ生配信をご覧の皆さんはですね、テーマを決めるちょっと話がしたいので、ぜひコメントの方を送っていただきつつ、ちょっとその間一旦イラストレーターのお三方は休憩ということで、ぜひコメントの方でもいってらっしゃいとかいただけているので、気軽に行っててください。じゃあどっちから。あ、大丈夫ですよ、どっちからでも。まあね、長丁場ですからね。ようやくだって1時間半ぐらいですか、書き始めて。まだまだ半分以上残ってるっていう状況なので。さっき何話してたの？ん？話としてはなんかロボミとかはちょっとチラリ。あ、なんか怪獣っぽい聖少女が描きたいって稲葉さんがおっしゃってたんで、まあなんか昭和テイストのなんだろう、恐竜的なやつ。じゃあ恐竜っぽいのとか、まあ変な形したやつですか。え、何変な形したやつとかですか。変な形、まあ、よくいるじゃないですか、こういうのとか。あ、なんかわかるけど、なんだろう。いやな、それは変な形という福原が、僕はちょっとセンスがよくわかんないんですけど。いや、ちょっと触れちゃいけない名前とかありそうで、まあね、まあね、軽々しくちょっと口にできないんで、まあまあ、どう伝えたもんかな。そうなんですけど、むしろ今の言い回しの方が若干失礼に当たるような気がするんですけど。怪獣系、まあ、恐竜とか、うん、またそれをちょっと変形させたようなもの。なんとか星人。なんとか星者？ん？なんとか星人とか。あ、なんとか星人系。あ、だってさ、でもさ、これ星の民だけど大丈夫なの？うん、そういうのは。まあ、名前に使わなければ。名前を使わない。あ、星人って言わないってこと？
ね、そのロボミ第2弾をやろうとしてる、もしかして。いや、ロボミはやりますよ。やんのあれすんげえ大変だったじゃん。まあね。だって何が大変だったかってさ、うん、まずどんなイベントにするかっていうのを、そうそうそう、決めるまで何ヶ月もかかったよね。だからさっき話してたんですけど、うん、まあ、賞味3、4ヶ月ぐらい設定だけでかかったんで。かかったよね。であれはやっぱりこういうイベントであれば、うん、演じる人たちはこういう人がいいよねって言って名前挙げてったら、お、本当にやってくれんのっていうぐらいな人たちが集まっちゃって。ああ、そうそう。そっから収録がまた時間かかり、うん、でもあのキャストで良かったです。まあ良かったけどね、結果いろいろ良かったけど、うん、あの調整する側超大変だからねはい、知ってます。だいたい僕ら何してるかっていうと、設定をディレクターの福原が決め、ちょっとセンター行こうか、これなんかやりづらいよねはいはいはい、だいたい設定を福原が考え、まあ社内の企画人とかがあのシナリオを書いたり、はい、あのパラメータを決めたりとかやってますけども、僕の方はこういうイベントごとを決めたり、うん、あとはまあ社外との調整関係ですよね、まあ、並行して作ってた頃だったんで、一時期ずっと同時期ぐらいに含めて今の4大主作とか決まってた過程の、なんでね、いやロボミの時は本当どうなるかと思いましたよ、ね、曖昧な。そうですね、それをまたやろうと思うんですけど、曖昧な。前聞いた時でもあの登場人物の肩にとは限らない、ベルト巻いてだろうね、知ってるってことはさらにあれよりもアクセサリーですみたいな人たちとかが出てきちゃうわけじゃないですか、ね、話があったんで、うん、まあ、うん、そうなる、ね、僕は知ってますよ、あれはつけてるものだ、うん、大体あの月の階段を、と思ってたんですけど、なかなか言う機会がなかったハードルというか、高くこの場を超えていかなきゃいけないはっきりさせたいなと、ね、思ってます。ガサイゲームズの人間だってこと、はい、なので、まあ、すごいことになるんだろうなと思ってますけども、まあ、はい、まあでもヴァンパイア出たから、まあ、それもまだ何も考えてない、もしかしたら今後も増やすかもしれないですけど、まだ何も考えてはいないんで、そうですね、ライバルロボが種族みたいなノープランだろうなってのも知ってるんだけど、先にあの今回は伝承者が入っていくパターンで、一つの島にみんなこもって、で怪他の種族とは、うん、前回どんなんだっけ、人手みたいなやつと関係を持たないでひっそり暮らしてるちょっと恐竜みたいなやつとはいるんですけど、あと丸いやつ、まあ空の遠くに行ったらまた丸くて目がいっぱいあるかもしれない、トゲ怖いやつだ、そ う, そ, う そ, う、はい、そうなんですねじゃあやっぱあれじゃないの、翼持ってちょっと空飛んでる系とか、あと質問として来てたのはロボミこういうやつ、はい、がありまして、俺のイメージもうちょっと竜に近いんだけど、あれがなんかで出た情報で的な怪獣、最初に絵があっていくつもあるで、戦うことを決めた日から元には戻れる鋼の体っていう、はいはいはい、まあ、キャッチコピーがあって、はい、まあ、でそこから設定が生まれたみたいなやつとお聞きしてるんですけど、はい、亀にもそういうパターンはありますかっていうのを火花散らして、だから別にでも、でもあれロボ見たぐらいですよね、今のところは。そうですね、はい、ので逆にロボ見ってあれどういう経緯で出てきたのかなと思って、いやなんか急に思いついちゃったんですよある日突然発注してないものがロボミがこう出てきて、稲葉さんがこれどうすかって出してきて、そうですね、おおおおおみたいないやみんなをびっくりさせようと思ってやっぱり長いこと運営続けていると、はい、どうしてもまあマンネリ化じゃないんですけど、ちょっと刺激が欲しくなるじゃないですか。そうですね、そういったやっぱり刺激って大事だと思っているので、キャッチコピーまでラフに一緒に書いてあったんでまあ、 あれはあのまま使わせていただいたんですけどありがとうございますまさか使われるとは思うでこれどうしようと思って、で多分絵ができたのが確か今年の1月か年明けてからだぐらいだったと思うんですけど、はい、そのくらいでしたね。そこから賞味、3、4ヶ月ぐらい設定考えてて、で4月か5月くらいからじゃあこれで行こうって言ってシナリオを書き始めて、はい、で直前まで僕とか春田とか稲葉さんでそわそわしてましたもんね知ってました、ね、これ大丈夫かなでもこれが受けたらちょっとファンタジーの幅が広がるんじゃないかみたいな、
そうですね、はい、やっぱり広げたいですよね、今後も。そうですね、まあ、結果受けたんで良かったなと思ってます。でも マグロとかカツオ祭りが受けるくらいですからロボもきっと大丈夫ですよ一応ロボミ のテクノロジーも7年前ぐらいの世界の古代文明ということで、はい、一応描写的には静止になってるんですよね。おので、まあ好評だったのもあるんで、まあ、続編もいずれやりたいなと本当ですか、はい、で続編ってなったら多分ライバルロボが出るパターンかなと思ってるんで、まあ、いずれお願いしようかなと思ってるんですけど。やっぱり新型のロボミみたいなのが出てくるんですかね。そうです、オリジナルはもう爆発して死んだったんで。そうですね、はい、まあ、シローが作ったロボミのレプリカが、まあちょっとね、SF 的な何かに目覚めるのかあれがキーになってトラブルを呼ぶと思うんですけどちなみにミナバさんってメカデザインって得意ですか？メカデザインですか？メカデザイン自体はそんなに得意じゃないです。あ、そうなんですね。なぜならばデッサンが苦手なので。おお、そうなんですか？そうなんですよ。デッサンが苦手なので、正確な形が。そうですね。なるほど、ね、だから有機的なメカデザインだったらまあ描けるかもしれないですけど。なるほど、ロボミぐらいなんか丸みがあるといいんですかね。まあ甲冑のデザインとかもモチーフにされてたと思うんですけど。そうですね、うん、まあじゃあ次はじゃあ怪獣行ってみますか怪獣新聖少女を怪獣でいけばいいじゃないですか。怪獣の聖少女、怪獣っぽいシルエットのちょっとケレン味のある感じですかね意外とあのイベントで出てきた、はい、一般のモンスターいるじゃないですか。はいはいはい、まあ某メーカーのソフビの人形みたいなはい、じゃあ、 あれ結構気に入ってるんですねじゃあそろそろどうですか、聖少女いけそうです？あ、全然僕はいつでも。じゃあちょっとこの武器を書いていただいて、じゃあモチーフを決めましょう。怪獣っぽい聖少女でいいですかね。怪獣でいきます？本当にこれ、まあね、そんなね、名前出していいのかな。ぬるっと参加してくるけど、はい、しゃべるね、はい、いや、なかなかね、話す機会も普段あんまりないんでね。まあ、話が長いことで有名なディレクター福原ですからねどうすかね、皆さんちょっと休憩します？なんか多分ずっといません？そうですね、ですよね。お二人ちょっとじゃあ、そう、テーマをじゃあ決めつつ、ちょっとお三方休憩一回挟んではどうかなと思いますんで、ちょっと一回手が止まりますので、ちょっと画面前の皆さん、ステージ前の皆さん、ご了承いただいて、で、生配信、ニコニコ生配信をご覧の皆さんはですね、テーマを決めるちょっと話がしたいので、ぜひコメントの方を送っていただきつつ、ちょっとその間一旦イラストレーターのお三方は休憩ということで、ぜひコメントの方でもいってらっしゃいとかいただけているので、気軽に行っててください。じゃあこっちから。あ、大丈夫ですよ、どっちからでも。まあね、長丁場ですからね、ようやくだって1時間半ぐらいですか、はい、書き始めて、まだまだ半分以上は以上残ってるっていう状況なので、どう、さっき何話してたの？ん？話としては、なんかロボミとかはちょっとチラリ。ああ、なんか怪獣っぽい聖少女が書きたいって稲葉さんがおっしゃってたんで、まあなんか昭和テイストの、なんだろう、恐竜的なやつ、
じゃあ恐竜っぽいのとか。そうですね本当に仕事してるみたいですあの一番嫌なパターンですよね、こうやってプロデューサーとディレクターが後ろガン付きで見てるっていう勘弁してください早くできませんかみたいな、なんかプレッシャーを与えてしまってるようで申し訳ないんですけど。環境もまあアウェーな場所ですからね、うん、いつも静かな暗い場所で。そうなんですよね、サイゲームス の、 あのイラストレーターさんのフロアはすごく特殊な仕様になってますし、ムーディーで、ん？ムーディー、ムーニー、ムーディー、解説してもらっていいですか？え、ムーディー、ムーディー分かるでしょ？ムーディーね、はい、すいません、あの、はい、ブって聞こえてまして、ムーニーってなんだろうと思って、ムーディーね、あー、そうなんですよ。本当に照明としてはもう上は全部消えてる状態で、うん、あの足元というかこうデスクがあって、この足元明かりしかないっていう間接照明ですごく描きやすい環境を用意してますし、また人によってはあの板タブであったり液タブであったりって分かれて、もうモニターも結構自由に使って選んでいただけますし、あとはガジェット系ですかね、うんうん、資料のあのなんだ刀剣とか銃のレプリカとかも、うんうん、あ、ありますね。もうあの壁一面がガラスの部屋っていうところもありますし、はい、たまに行くとなんかポーズ取って構えてる人がいて、そうですね、ガチャって開けると急に銃向けられる時ありますからね、うん、おごめんみたいなでも恥ずかしがんないでずっと集中してたりするんで、うん、おすげえなと思うんですけど。あとはもう本当本の量とか書籍の量も当たり前ですけど、うん、すごいことになってたりしますし、アニメとかね、図鑑とかも置いてある、ね、もうそれこそ言ったら 数、まあ、数万は言い過ぎか、多分社内の本全部集めたら1万、2万ぐらいはありそうな冊で言って、そうね、結構いろんなところにまとまった数あるんで、うん、あとみんな漫画好きよね。そうですね、書房があるから、もう本当に漫画好きだからちょっとでも時間あれば漫画一巻読もうみたいな、うん、まだアニメはガンダムが充実してるイメージがある。なんか今具体的な名前言ったね。あまあちょっと国民的なあれなんでね。あ、なるほどね、はい、だったらさっきの成人的なやつも結構国民的だと僕は思うんですけど、あのだいぶ墓穴掘ってるの分かってる、ね、似てる、あの言い直せるレベルではあるねガンダだとガンダルバっていうドラフもいるんで、おう、うん、それだけ、あの突っ込みづらいちょっと登場する時期が被り気味だったんで、うんうん、ちょっとしまったなって部分は、あっていう裏エピソード裏エピソードそこが話したかったところなんだね。結構こうして見ると、うん、遠目で見るとちょっとラカムっぽい、なんかラカムとカタリナの要素がそれぞれあるような、うん、髪の流れと、まあ甲冑か、これへそ出しですか。いいっすね、へそ出しで。やっぱり防御力低いですよね脇腹も出してますからね、これで結構急所の多い、なんだろう、やる気満々、うん、ガール的なショートパンツで、
とグランブルファンタジーって速さっていうステータスないじゃないですか。ないです。概念というか、うん、やっぱあれは単性だからですかね。単性というか順番だからと、うん、そういうルールみたいな。速さ設定とかはまあ特には、うん、設けてないね。そうよね。どっちかというとなんか速そうなキャラクターはダブルアタック率とかトリプルアタック率が高かったり、ああまあそういう、そういう設定ですよね。だからランスロットとか設定するとき、うん、とにかくこいつは素早そう、はいはい、剣振るの速そうで、いろんな、まあ、ダブルアタックであったりアビリティのリキャストターンが速かったりとか、はいはいはい、そういう設定になってますもんね。そうですね、まあ、アルベールとか、うん、あいつはダブルアタック 100% 以上以上っていうか、まあ、ダブルアタック以上 100% か、うんうん、トリプルもまあ出る、うん、まあ、あとあれか、セルエルのなんだ攻撃アビリティが3ターンで使えたりとか。はいはいはい、確かにね。素早そうだとアビリティかダブルアタックかトリプルアタックみたいなパラメータに振られてく、うん、ゲームになってますもんね。あと重そうってのだと、うん、エスレアのファラーと、うん、近い時期にマライアが出て、はい、で同じ土属性で、うんうん、まあ、アビリティの構成も似てたんですけど、うん、でマライアがなんだろうな、一撃が重いみたいなイメージで全体的にそのアビリティの使用ターンの設定が数値が多くて、はい、でまあそのアビリティの構成が似てたっていうのもあって、うん、ちょっと見劣りしてる部分が目立ってしまったかなっていう部分はあるんですけど、まあ、アビリティ使える感覚が大きい分威力が高くなってたりとか、うんうん、っていう要素は入れてるつもりなので。なるほど、うん、まあ、一概になんだろうな、性能が下っていうわけではないと思ってます、うん、お、ということでちょっとずつ完成に近づきつつありますけども、ちょっと一旦福原もだいぶ時間が経ったので、うん、お茶を飲みに僕ら二人戻りますか。はい、僕らを残していくんですか。はいマジですか。ピンのターンです。あ、ピンじゃないか、すごいな、あの本来のターンですああ、まあ集中してできると思う。いやだからあのこの企画が持ち上がった時にあのただひたすら絵を描く図になるので地味な絵になりますよって言ったじゃないですか。いや全然地味じゃないですよね。いやこんな絵見れる時なかなかないですから。いや これ地味言うたらもう、うん、黙々と描いちゃいますよ。いや黙々と描いてください。あの仕事です。書いてるところ見るのがまあ一番楽しい部分だとは思うんでね。ほらやっぱりコメントでも最高とか超面白いとか言っていただいてるので、なんかやってよかったなと思いますし、はい、あの昨日から喋りっぱなしの僕も結構そろそろ喉がきついらしいんですよ。じゃああとは頑張りますので、はい、ちょっと次のビンゴぐらいまで、大体10分ぐらいですかね、ちょっと黙々と集中時間というところで、ぜひ皆さん、お三方の、それぞれのイラストレーターとしての、描き方等を見ていただいて楽しんでいただければなと思います。では、福原と春田の方こちらにで失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。
出されました。羽が生えましたね、みなばさん。はい、生やしました。なんか今のところの、ポイントとかはありますか？そうですね、ここにちっちゃく、はい、ちっちゃく口のあたりというんでしょうか、なんて言えばいいんでしょう、そのあたりというのは。はい、するとここに、はい、人がいるんです。あ、人型のものがここに、はい、なんて言うんでしょう、埋め込まれるという言い方でいいんでしょうか。で、昆虫って6本足じゃないですか。はい、なので、はい、1本、2本、3本、はい、奥に1本で4本で、はい、この腕を合わせて6本足。あ、ここで。そうです。あ、そういうことなんですね。いや、完成が楽しみです。はい、頑張ります。はい、そして、あ、福澤さんがそろそろ、なんでしょう、素人目から見るともうそろそろ完成なのかなと思うんですが、あ、ちょっとそちらに行ってみましょう。前失礼します。今だいたい何十パーセントぐらいなんでしょう。モベだったら、はい、これぐらいでも大丈夫。あ、そうなんですか。終わってもいい。あら、あらら、福澤さん終わっちゃいました。もうね、こだわろうと思えばもう少しこだわれますよ。行っちゃいますか。楽しみにしております。さあ、前失礼します。福澤さんはおしゃべりする余裕はございますでしょうか。ないということでいや、全然、あの、もちろん作業に集中していただいて結構でございます。とはいえ、まあ、最初にお話しした約3時間というものですが、残り時間はあと45分となっております。まあ、それまでに完成しないと、まあ、ある種残業という形ですね。まあ、前ではステージイベントを、あの、やっておりますけれども、ここでずっと書いていただかないといけない。今ピンチなのは靴沢さんですか。そうですね、みなばさんもうだって一体終わってますもんね。いや、でもこれ終わるまで帰れないんですよね、僕。あ、そうなりました。私その経緯知らないので。あ、これ終わるまでは帰れないよと。いや、そうですね、帰らないです。わかりました。終わるまで。じゃあどうしましょう。私は下がっていた方が皆さん集中できますかね。ね、いや、喋ってる余裕なんてないぞと。伸ばして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 。まあでも本当に、コメントでもね、たくさん絵の感想だったり塗りに対しての感想だったりたくさん皆さん、書いてくださってますね。どうでしょう、まあ、生配信、見てくださっている皆さん、見ていてなんかこういうところが気になるとか、あ、モブが可愛すぎるとね、本当になんか普通にガチャ回して出てきてほしいぐらいの可愛さですもんね。うん、でもやっぱりたくさんの方に見られながら絵を描くということはなかなかないと思うので、本当に、貴重な、私たちからしたら貴重ですし、もしかしたら皆さんにとってはプレッシャーを感じる。いや、でもかもしれないですが、すごい貴重な体験させていただいてて、はい、すごくありがたいなと。今今後何かに生かされますか。そうですね、なかなか人前で描くことはないですけど、なんか度胸はつきましたね。なんかガラス越しに見守られるイベントとかやりますか。ガラスの箱に入って稲葉さんがずっと、よくある工場見学みたいなもの。そうです、そうです、前からも横からも後ろからもずっと見られてるみたいな。ね、それもありです。はい、ということで、完成まであと約40分ぐらいだと思いますので、この後も頑張っていただきたいと思います。皆さんは引き続きアーティストライブご覧ください。井上奈々でした。ありがとうございました。
ども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 すげえことになってますよ、皆さん。おお、終わるかな終わるかなというか、ですね、お時間です。いや、なんやったらですね、あと、500秒ぐらいあります。500秒。あ、わかりました。なるほど。はい、ということで、長丁場となりましたが、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でしたと言いつつもまだ書いてる人います、ね、はい、じゃあ美縄さんのイラストは最後に見させていただくということにして、はい、まず福澤さんの、画面から見てみましょう。 お願いします。大大ですね。いやー、すごい、かわいい。いやー、さっきのね、本当に線画の状態からここまで。そうですね、これはすごい。やっぱりグランブルーファンタジーってすごいなと思いますね。これちょっとコメントもらったりしても大丈夫ですか？なんか衣装の色決め方とか。でもどうですか、これ普段は先ほどね、うん、4時間5時間かかるって言っていたところをキュッと短めでやっていただいたんですが、大変じゃなかったですか？まあまあ、でも結構早く終わりましたよね。あっさりめで。あっさりめで。いやー、でもこれはいいですね。だって福澤さんは色を塗られている間、ビンゴにも参加してくださってましたから。ビンゴシート持ってるんですよ、実は。当たらなかったですね。はい、当たった？当たんなかった。ピンチになってましたよね。残念なんだね。ということで、なんかすごくいいステージだったなって思いますね、はい、うん。あと最後の方ちょこっとね、男の子の方も。あ、そうですね、あれも少し見てましたね。ね、あー、もう完成が気になる。なんかでも見えますね、うん。この途中の段階もこれはこれですごいいいですね。そうですね、ね。まあ、ぜひ実装する際は、はい、両方揃って出せたらいいなと。実装されるんですか？もちろんもちろん、だってこれ皆さん仕事でやってもらってるので。これ仕事ですから。そうなんですね。これ実装しなかったら結構逆に僕が鬼ですよね。稲葉さん突然振られた、それ実装される。これ実装されますね。もうボツにはならない。あの、ボツにはならない。よかった。もちろん今回の着彩線がラフはそれぞれ、はい、ちゃんと実装しますので、はい、うわー、楽しみですね、うん。あの時のこれかみたいなのをぜひ思い出しながらですね、またこのキャラクターたちがどうやって、まあ、こういう様子ですので、うん、まあ、どんなセリフを喋ったり、どんなイベント、うん、どんなシナリオを、うん、物語を紡いでいくのかっていうのもね、楽しみにしていただけたらなと思いますね。はい、じゃあ福澤さんどうもありがとうございます。お疲れ様でした。それでは続きまして福澤さんの画面を見てみましょう。おお、にあれ、さっき一人でしたよね。これはですね、はい、ちょっと書いてる途中に、はい、どうしてもちょっとおっぱいが必要かなと。女キャラには左側の方が露出が高くなってますが、そういうことだったんですか？ちょっとできる限りちょっと見える感じの衣装も用意してみようかなと、はい。あ、だからちょっと時間がタイトになっちゃってたんですね。ちょっとこのままじゃ2人かけないなと。あー、なるほど。余裕って言ってたのに、おやと思ったら、なんとか間に合ってよかったです。いや、すごい、これは素敵なサプライズですね。そうですね、これはまあここからの企画会議で、はい、どっちを実装するかというのがまた壮絶なバトルが繰り広げられて、せっかく書いたのにみたいな目でしたけど。え、これ双子設定とかになるんですか？双子設定とか今ないですもんね。スキンで。え、スキンで。スキンで、あー、あー、なるほど。鎧バージョンとラフバージョンみたいな。どんどん薄くなっていく。そっち？スキンなのにどんどん薄くなっていくんですか？あら、そういう感じで。なるほど。いや、それもじゃあ楽しみにしたいと思います。そうですね、はい、ちょっとこれまたぜひ実装の段階に、進む際はですね、
まあ、普段会社内ではいろいろとこういう、まあ、何種類かアイデアがイラストレーターさんからいただいた際は、はい、どこをどういう風に使っていくのかとか、まあ、今話にもあったようなスキンでとか、うん、また別のキャラクターとして設定を、作った上でというのも進めてますので、はい、うん、またぜひこれも登場がどんな風になるのかぜひ楽しみにしていただけたらなと。何卒よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。そして、稲葉さん、まずですね、最初にアンケート取りました方を、見せていただきたいと思います。かっこいい、かっこいい、かわいい。なるほど、これはネクタイなんですかね。ネクタイみたいな。そうです、挟まれてますですよね。そのあたりがちょっとクールな感じと、うん、あ、目つきもすごく素敵、ちょっとクール目を狙いまして、ちょっとドラフの女の子ということで、ね、武器も大きくて属性も気になりますね、実装されるなら。そうですね、まあ、これ属性は結構後で決めることの方が多いんですよ。最初からまあもちろん非属性でとかで、はい、あの依頼をする場合もありますし、うん、こうやって稲葉さん発信のグラフの場合ですと大体後で属性が決まるので、うん、ちなみに稲葉さん何かイメージとかありますか。イメージですか。属性の属性はでもクール系だといつも闇か氷になっちゃいます、ね、ああ水的な、うん、水の属性の方で闇か水、うん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 、なるほど。というところで、はい、姉妹の、はい、無茶ぶりの低焼酎。うわ、それでもすげえな、これは無茶ぶりでここまで仕上がっている。稲葉さん的には今ちょっと首をかしげてますが。そうですね、もうちょっと時間欲しかったですね。もうちょっとやりたいところですかね。まあでもきっとこの後靴沢さんがすごくかっこよく仕上げてくる。あ、そうですね、頑張りたいと思います。じゃあそれはゲームショーが終わった後にそうですね、ぜひ期待していただければと思います。はい、まあ、こんな感じでイラストレーターの方々には書いていただきつつ、はい、まあ、グランブルーの世界を、表現するためにラフから線が着彩と進んでいくような工程でやっておりますので、うん、まあ、ちょっと新しい試みとしてですね今回やりましたけど、はい、まあちょっとでも楽しんでいただけてたらなと、嬉しく思いますし、うん、じゃあぜひイラストレーターの方々からコメントをいただいて、はい、そうですね、はい、一言ずつ最後にご挨拶いただければと思います、はい、ちょっと前の方まで、すいません、ちょっと狭い中で書いてもらいましたけど、では、簡単にで大丈夫ですので福澤さんから今日の感想をお願いいたします。最初緊張して手が動かなかったんですけど、なんとか終わってよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。靴沢さんいかがでしょうか。初めてこの話を聞いたときに正直どうなるかちょっと分かんなかったんですけども、皆さん楽しんでいただけたなら幸いだと思います。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは稲葉さん最後に一言お願いいたします。はい、まあ、会場に来ていただいた皆さんにも応援いただいたりとかで、まあ、元気が出たりとか、あとネットの住人たちからいろんなアイデアをいただいて、はい、相互関係で絵を描けたっていうのはすごく今、もう本当に楽しかったなっていう印象しかないですね。嬉しいですね、良かったです。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで稲葉さん、靴沢さん、福澤さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。